皆さん、おはようございます。ダルメ君もキントです。バイボールネーションズリーグ日本代表、ついに46年ぶりの快挙達成です。イタリア相手にフルセットの末、銅メダル獲得です。イエーイ。いやー、日本待ちに待ってました。はい、メダル獲得するとは本当に涙です。パリオリンピックメダル候補と言っていいでしょう。はい、いやー、心配してました、日本負けるかと思って。やっぱり宮浦、石川祐希さんの活躍は本当に光りましたね。はい、あとは小野寺太志さんとかね。はい、まあ心配してましたけども、本当に最後の最後諦めませんでしたね。全員バレー本当にすごかったです。いやー、驚きました。フランス人の監督ブランですね。はい、ブランさんも本当に涙です。あの上田監督の大の字見たかったけど見れませんね。はい、あの大の字が復活ですね、これは。はい、いや、この快挙には本当に感動しました。はい、涙涙です。以上です。バイバイ。